スタイリッシュな白い衣装と驚きのラップ。ナンバーアンダーライン愛の有明ライブで起きた奇跡、ファン大興奮。ナンバーアンダーライン愛の有明ライブで起きた衝撃的な瞬間とは。ある日、音楽業界に新たな風を吹き込んだナンバーアンダーライン愛が、有明で行われたライブの2日目に衝撃的なパフォーマンスを披露した。初日からの期待を大きく上回るその日のステージは、 観客ににととっってまさに驚きと感動の連続だった観客はナンンバーーアダラインアイのメンバーが披露する一つ一つのパフォーマンスに釘付け気になりその場の空気は熱狂と興奮で満ちあふれていたライブのハイライトは特にメンバーがラップパフォーマンス中に見せたアドリブであったこれは誰も予想していなかった瞬間で即興で繰り出されるリリックとビートの融合は観客を一気に引き込んだ メンバーの自発性と創造性が光るこのパフォーマンスは、彼らのアーティストとしての実力を改めて証明するものとなった。その日のナンバーアンダーラインアイの衣装も注目の的であった。スタイリッシュな白い衣装に身を包んだメンバーたちは、まるで舞台上で光り輝いているかのようだった。観客からは、まるでスターのようだとの声が上がり、彼らのプロフェッショナリズムとステージプレゼンスが一層際立っていた。 特に疲労が見え隠れする中でもエネルギッシュにパフォーマンスを続ける姿は多くのファンにとって感動的なものであったライブの終盤にはソーシャルメディア上でのファンの反応が爆発的に増加しその興奮がリアルタイムで共有されたファンは自身の感動や驚きを投稿し合いその交流がさらにイベントの盛り上がりを助長したこれにより 次回のライブや新しい発表に対する期待がますます高まった。中には、次回はもっと大きな会場での公演を、という声も多く見られ、ファンの熱量の高さがうかがえた。特に興味深いのは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがステージ上とオフの両方で見せる二面性である。ステージ上では圧倒的なカリスマ性を放つ彼らも、普段は親しみやすい兄のような存在だという。 そのギャップがファンの心をつかんで離さない要因の一つであり、彼らの魅力の一端を物語っている。この日のライブに参加したファンの一人は、こんなに近くで彼らを見られるなんて夢のようだったと語り、その感動を抑えきれない様子だった。4階の開放席からでも彼らのパフォーマンスを肉眼で見られることに大満足し、舞台装置やレーザーの豪華さにも驚かされたという。 チケット代が安すぎると感じるほどの内容で、多くの人々が満足感を口にしていた。ライブ後、ファンたちは次なる公演やツアーの発表に胸を膨らませていた。中には、他のアーティストの全国ツアーに参加しながらも、ナンバーアンダーラインアイの次のステージを待ち望む声も多かった。あるファンは、全国ツアーやドーム公演の発表が待ち遠しいと話し、今後の活動に対する期待を募らせていた。 また、ライブのクオリティについても多くの感想が寄せられた。音響設備に関しては、一部のファンが、もう少し音が大きくてもよかったのでは、と指摘する一方で、多くのファンがその場の熱気と歓声に満足していたようだ。これほどの反響があったのは、ナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスがそれだけ魅力的だったからこそであり、彼らの実力を改めて感じさせるものだった。このように、 ナンバーアンダーラインアイの有明デー2は多くのファンにとって忘れられない一日となったそのステージパフォーマンスファンとの交流そして次回への期待とあらゆる面で彼らの魅力が詰まった日であった今後も彼らの活動から目が離せない彼らの次のステージではどのような驚きと感動が待っているのだろうかファンたちの期待はますます高まりナンバーアンダーラインアイの未来は明るいと言えるだろう さらに興味深いのは、ナンバーアンダーライン愛の音楽の進化とその創造性である。彼らは常に新しいアイデアを取り入れ、リスナーに新鮮な驚きを提供している。特にラップアドリブのような即興パフォーマンスは、彼らの音楽に対する情熱と理解の深さを示している。このような取り組みがファンの心をつかみ続ける理由の一つであり、彼らの音楽が単なるエンターテインメントではなく、 アートとして評価されるゆえんである。であ音楽業界の中でナンバーアンダーラインアイのように即興性と創造性を重視するグループは希少である彼らのアプローチは音楽制作の過程においても重要な意味を持つ即興パフォーマンスは予測不可能な要素を取り入れることで観客に一瞬一瞬の緊張感と期待感を与えるこれが彼らのライブに独特の魅力を加えている また彼らのステージデザインやビジュアル面にも注目すべき点が多いスタイリッシュな衣装や豪華な舞台装置は観客にとって視覚的な楽しみも提供しているこれらの要素が組み合わさることで No.1i のライブは単なる音楽のパフォーマンスを超えた総合的なエンターテインメントとなっている観客の反応からもわかるように彼らのライブは一種のコミュニティ形成の場となっている ファン同士がライブの感想や期待を共有することで、イベントの後もその興奮が続く。ソーシャルメディア上での交流がその一例であり、ファン同士の絆を深める役割を果たしている。ナンバーアンダーラインアイの未来には、多くの可能性が広がっている。彼らの音楽とパフォーマンスが進化し続ける限り、ファンの期待も高まり続けるだろう。次回のライブや新しい音楽のリリースに向けて、 彼らはどのような驚きを用意しているのだろうか。その答えは今後の彼らの活動の中で見つけられるに違いない。また彼らの成功の裏には日々の努力と絶え間ない挑戦がある。ステージ上での華やかな姿の裏には多くの練習と準備があることを忘れてはならない。彼らのプロフェッショナリズムと献身的な姿勢が観客に感動と興奮を与え続ける要因となっている。 ライブの成功は一朝一夕にしてなるものではなくメンバー全員の協力と努力の賜物である彼らのチームワークと信頼関係がパフォーマンスの質を高めているこれからも彼らの成長と進化を見守りながら新たな驚きと感動を期待したい結局のところ n o ア i の有明デーのライブは多くのファンにとって特別な体験となったその日の出来事は 彼らの音楽とパフォーマンスがいかに影響力を持ち、人々に感動を与えることができるかを示している。これからも彼らの活躍から目が離せない。次回のライブや新しい音楽のリリースが待ち遠しい。その時にはまた、新たな驚きと感動が待っているに違いない。ナンバーアンダーラインアイの未来は明るく、彼らの旅はまだ始まったばかりである。 これからも彼らの音楽の旅を共に楽しみ、支えていきたいと思う。